MUIT YouTube は毎週金曜日にテーマを決めて更新します。その他にも不定期ですが、順次コンテンツをアップします。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。MUIT の高橋です。こんにちは。MUIT の南です。本日は、技術ブログの解説と、対談ということでやらせていただきたいというふうに思います。本日注目した、ブログ記事ですけれども、Shopify のエンジニアブログで、今年の、1月20日に公開されております、タイトルは Cloud Load and Modular Code What 2022 Looks Like for Shopify というタイトルのテーマのブログになります。うん、まずご紹介、ブログの紹介と、あとは Shopify 自体の紹介も簡単にしたいというふうに思います。Shopify なんですけれども、日本でもサービスはされているんですけど、そんなに、流行ってないというか、まだ、使われてないのかなと思いますけれども、小売店ですね。一般的な小売の方が、インターネットを通じて物を売るというところを簡単にできるサービス。いうふうになります。で、まあそういうことを考えると、Amazon のマーケットプレイスであるとか、日本でいうと楽天とか、まあそういったところを想像するかと思いますけれども、まあそこに対抗するようなサービスとして、アメリカの方で流行ってきているものというふうになります。で、そことのサービスの違いとしては、Amazon の小売が出しているようなサイトというか、ページとか言うと、まあ、UI とかも固定されていますし、あとはそこを通じて売ったものについては手数料という形で結構お金を取られてしまいます。まあ、そこに対しての課題として、うん、まあ、自分たちが、まあ、デザイナーとかもいなくともノーコードでですね、GUI ベースでサイトを作って、決済の仕組みまで、あとはユーザーとの連絡手段ですね、というところまで簡単に作れるっていうサービスが Shopify になっています。で、今回紹介するブログ記事なんですけれども、2022というふうに書いてますけれども、2021、去年ですね、の時の、ブラックフライデーサイバーマンデーセールというところの、大変なパフォーマンスです。負荷がかかったところの対しての、対応策と、まあ、今後どういうふうに考えていくかというふうなところを解説してくれています。で、ブラグの方のですね、うん、下の方に行くと、2021のブラックフライデーの、サイバーセール、サイバーマンデーのセールですと、145ミリオンの、E メールをさばいたり、30テラバイト1分あたりのネットワークトラフィックをさばいたり、42ビリオンの API を、コールしたり、デリバーしたりしたというところ、あとは 3.18 ペタバイトの、書き込みと15ペタバイトの読み込みをキャッシュしたりして、うん、まあ、インフラとして動かしている。で、アーキテクチャとしては、MySQL を DB に使っていて、API サーバーの方、アプリケーションの方については Ruby on Rails を使ってさばいているというふうに記載がありました。うん、で、去年はやっぱコロナ禍というところもあって、これまで以上の過去最大のトラフィックだったというふうな記載があります。まあ、そこに対してどうしていたか、どういうふうにしていたかっていうふうな工夫であるとか、やったことっていうところがブログで解説しているような形になります。少し下の方に行っていただくと、We are building more modular code というふうに書いてあります。で、Shopify のアーキテクチャとして、まあ、世の中で言うとマイクロサービスでして、サービスを細かく分断するぞっていうふうにしているんですけれども、Shopify の戦略としては、モジュラモノリスというふうな取り方をしています。まあ、こちらについてはリンクがついてますので、簡単にだけ説明すると、まあ、モノリスってすごく悪いように世の中で言われていて、それに対抗する、マイクロサービスだよねっていうふうなところはありますけれども、モノリスにもいいところがあるでしょうし、うん、マイクロサービスの時のデメリットというところもあるだろうというところを理解しながら、リンク先の
ブログのですね、下の方にモジュラモノリスっていうところの図が出てますけれども、一つ一つマイクロサービスに分けるではなくて、一つ一つマイクロサービスに分けれるようにモノリスを中の構造をきれいに作っておくというふうな考え方になっています。で、一つ話として聞いたことがあるのは、このモジュラモノリスの中が分けられる状況っていうのを、板チョコのような状況に 比喩している方がいまして、なるほどなっていうふうに思いました。一旦今は一枚岩なんだけれども、気づいた時にはパキッと割ってマイクロサービスができる状況というところですね。で、そこについてはいろいろ対応が必要なんですけど、そこの準備の過程として、モジュラモノリスっていう状況を、Shopify では維持しているというふうなことみたいです。その他の工夫としまして、ストレステストについて、日々対応できるようにしておくみたいなことが書いてありまして、イメージするに CI/CD とかですね、自動化のところでフローの中でストレステストも日々当たり前にできるようにしておく、もしくはしておくというふうな状況で、コード化しながらブラックフライデーみたいな負荷に耐えるようにしておくっていうところが一つ。あとは、結構下の方に行ってしまうんですけれども、面白いというか、そこまでやるかっていうふうに気づきて思ったのは、Shopify 自体が GitHub のエンジニアと組んでなのか、ちょっとここの文脈どうかなかなか理解しがたいですけれども、YJIT と呼ばれるような、Ruby 用の、JIT コンパイラーを独自で作って、31%速くしたというふうに書いてあります。で、ここについても、今 JIT ってなかなか研究してる人多くないですし、あと今で言うとネイティブイメージ化みたいな流れもある中で、ちょっとなぜあえて JIT のところを突き進んだのかっていったところの理由までは分からなかったんですけれども、いかに負荷を下げたりとか、軽いコストでこなしていくかっていうところを追求した結果、ここまでたどり着いたんだろうなっていうふうには想像するので、技術的には高いことを踏み込んでやってるなっていうふうな印象を持ちました。こういったところが書いてあって、2022年も頑張るぞっていうところで締められているような記事になっています。はい。っていうところで、2021の時の Shopify っていう、サイト、小売りのためのサイトサービスのところの、負荷をどうしていくか、ブラックフライデーの負荷をどうしていくか、どうしていったか、今後どうするかっていうふうな記事でした。はい。で、ここからブログの解説は以上にして、南さんと、議論していきたいなというふうに思っています。まずどこからかっていうんですけれども、銀行とかに思い返すと、ブラックフライデーみたいなピーク性っていうところは、そこまで季節柄のものは多くない。もちろん給料日とかっていうところはあるんだと思うんですけれども、年一で何かすごく突発的で、しかも読めないっていうところはないと思うんですけれども、インフラの観点でこういうことをやろうというふうに思った時に、こういった準備をするっていったところは、何か感想というかコメントを思うところあったりしますでしょうか？そうですね。例えば突発的に何かが増えることに対して、対応しますっていうふうに言った時に、その突発性が何かっていうところ次第かなって思いますね。で、例えば金融で、ちょっとあまり考えにくいですけど、決済が突発的に増えますっていう話であれば、その処理は止めてはいけないものになるので、初めから、リソースをもうその分確保しといた方がいいっていうことに多分なると思います。で、一方で、例えば金融のリスク計算をするみたいな感じで、突発的にすごく増えるんだけど、なんていうんですかね、ハイパフォーマンスコンピューティングみたいな世界の話であれば、その時にリソースを確保しに行っていくっていうアーキテクチャが追いつき取れるでかなっていい思よういまなす。業務要件みたいなそう感でじですすかね。ね。はい。なんで、そこ次第かなっていうところで、増え続ける量に対して、リソースを増強する方が間に合うかどうかっていうところもありますし、そこが読めるかどうかっていうところになるかなって思いますね。
なるほど。例えばリスク計算の場合だと、リソース確保が追いつかない場合は、計算が完了するのが遅れていくので、まあ、それがいい場合と、ダメな場合っていうのはもちろんあい、るんそうでですすけね。ど、いつまでにこの結果を出さなきゃいけないみたいなところですよね。でもある程度やっぱコントローラブルな部分はあるので、そういう違いはあるかもしれないですけど、例えば今このタイミングにお客様が決済したいですっていう処理が大量に入ってきて、それが受けきれなくなるのであるとすると、それはまずいですね。なんでちょっとその特性とか、まずそこを理解して、でその次にアーキテクチャを決めるっていう形になるかなって思います。なるほど。そうですね。負荷量というか、負荷の期間だけではなくて、そこにどういうふうに対応していくかっていう次元性とか、追いつき方みたいなところも含めては要件として考える必要があるっていう感じなんですね。そうですなね。るほど。わかりました。まあ、ちょっとアプリの方の作りで言うと、まあ、ちょっと今インフラ面のところの準備であるとか追いつき方みたいな話がしましたけれども、モジュラーモノリスのところについては、パキッと割るように、まあ、一旦中としては作りやすくしておく。で、なんか彼らも自分自身で世の中で最も大きいモノリスの一つだっていうふうになんか自慢げに語ってるところはあるので、まあ、ちょっといいのかっていうところはありつつも、今は彼らはこういうふうに、まあ、一旦モノリスだけども中きれいにしていくっていうふうな整理で進めているようです。まあ、気持ちは多少分かって、最初から細かく作っておくと、まあ、スピード感というか全体としてのリリースするスピード感が出ないのではないかとか、データの整合性みたいなところで、やりやすいところはあるんだろうなというふうには思いつつも、まあ、なかなか、まあ、単純に真似する感じではないとは思うんですけれども、まあ、そういうのもあるんだなっていうところで参考にはなりました。そうですね。ちょっと疑問なのは、最初から整理するのであれば、パキッと割っておいた方がいいんパキッじとゃないのっ そうですてね。多分そこまでやる思のっは、ちゃいました。大変。多分データの整合性とかリリース頻度みたいなところだけ一旦目つぶって先進もうかっていうふうになったんじゃないのかなとは思いましたけどね。まあワンコードで見通しがいいとかそういうのもあるのかもしれないんですけど、リポジトリクソースまでですですね。ね。まあそれも多なんか分、気づいたら、板チョコの溝が全部埋まってましたみたいああ、あなりのはそう、あ結り構あるとそう。思うんで。そうですよね。できちゃうじゃんみたいな、なんか、ありますよね。なんか、その辺も、まあ、図の2、リンクしてあるところのモジュラモノリスの方の、パッケージ構成みたいなキャプチャが貼ってありますけれども、まあ、ここもいかに、依存関係とかきれいにできるか、みたいなところが、キープできるかっていうところが、私はあるのかなと思っていて、まあ、そこの解決策の一つのツールとして、最近オープンソースで出ている、アーキユニットっていうふうなライブラリがありまして、まあ、それだと、このパッケージからこのパッケージへの依存は許すけれども、逆は許さないみたいな定義を書いておくと、まあ、そのアーキユニットっていうツールをかませると、アーキテクチャ違反が起きてますよっていうふうにエラーを入ってくれて、それを CI に組み込んどくと、変なコードが、さっき言った溝が埋まるっていうことに対して、いやいやこれダメだからマージしちゃダメよっていうふうに気づかせてくれるみたいな動きはあるみたいです。ちょっと、手な元るでほど。も社内でも使ったことはないんですけれど、まあ今後はそういうのも中の普通の品質強化の一環としてやらないといけないかなと思ってることの一つですね。まあ、多分人がいっぱい増えてくると溝が埋まっちゃうというか、ぐちゃぐちゃになってくるんじゃないかっていうところは 容易に想像できるので、仕組みでカバーするって話かなというふうに思います。じゃあ最後、実装を自分で作りましたのところに対して、ご意見というか、なんでだろう、こういなんもうちょっと何かやり方あるのではとか、そういった意見はありますでしょうこれ結構難しいですね。か。なんでやったんだろうっていうのが、やっぱりスッとはわからないところがあって、まあ確かに、まあ一個一個の、なんていうんですかね、その処理の部分が軽くなって、軽量に動けるのであれば、もちろんそれに越したことはないですと。なんですけど、例えばブラックフライデーに対応する
ていうふうに考えるのであれば、MAX その処理が重いのって1週間ぐらいじゃないですか。そうですね、はい、セール期間中だけですね。そうですね、でその時のやっぱりなんだろう、リソース効率とか、うん、まあ、結局リソース使えば使うほど、なんていうんですかね、会社としては経費が上がることになるので、うん、まあ、当然低い方がいいんでしょうけど、例えば1週間だけだったら、1年間で見た時にはすごく短い期間になるので、うん、そこをピンポイントで絞り込みに行く価値があるのかっていうところがなかなか難しいなって思うところが一つと、あとこれは基本的にやっぱ Ruby ベースで作っているっていうことは、仕組みとしては、まあ、EC2 なのかコンテナなのかはあれですけど、まあ何かしらそういう普通のサーバー系のサービスの上にアプリケーションがまあ動いているじゃないですか。はい、でそれと比べると一般的にですけど、データベースの方はやっぱり利用料金って結構高いので、うん、金額的インパクトで見た時にも本当にそのなんていうんですかね、アプリケーション部分が一番高かったのかなっていうのは分からないところはありますね、うん、まあ、実際高かったからやってるのかもしれないんですけど、うん、まあ、そうするとやっぱりその動き方が多分今我々が普段見てるようなものとはまた結構違いがあるのかなって思ったりはしました。ありがとうございます。そうですね、まあ、スケールアウトであるとか、まあ、DB 側でなんとかならなかったかとか、あとは全体のコストとして安くしたいから、まあ、安くしたいから軽量になのかはちょっとわからないですね。あとは少しあれならやっぱりブラックフライデーみたいなところが普段のところと比べたら相当負荷が高くて、そこでお客様の処理がさばけないとやっぱり経営的にも厳しいぐらいまで行ってしまうと、まあ、もし完全に止まってしまったらですね、みたいな話は聞いたことがあるので、うん、一旦そこを受け切るってことだけになんか専念してるような感じはしますかね、うん、するかなと私は、はい、思いました。まあちょっと、うん、多分過去の失敗とか、まあ、ここが、怪しいからジットで何とかしないといけないんじゃないかっていう分析はおそらくあったと思うんですけれども、ちょっとそこはブログには書かれてないのでわからないっていう状況ですね。はい、まあ、ちょっと個人的に私が思ったのは、そのジットをいじれるぐらいまでできるエンジニアをちゃんと抱えられているそういう人がいる中にいるっていうところは、まあ、強い組織だなというふうには単純には思いました。はい、うん、なるほど。これ Shopify ってローンチっていつぐらいなんですか。でも最近聞くようになったのは 2,3 年前ぐらいですね。あ、でも2008年設立2006年ってなっていて、リリースはカナダの企業っていうのがウィキペディア上は書いてますね。そうですね、はい、カナダオタワって書いてありますね。まあでもそうか、だからそうすると結構やっぱりナレッジの蓄積っていうのがあるのかもしれないですね。あった上で、まあ、当然そこにやっぱり手を入れるべきだっていうふうに考えて、さすがにそうでしょうね、まあ、はい、いきなり思いつきでやるような話ではないと思う。コスト高すぎると思うので、うん、し多分それの継続性も大変だと思うので、バージョンがあった時どうするんだとか、普通にやれるようなところ で、ね、中は、モノレスになってる状況でこれをやるっていうのはなかなか思い切ったやり方かなというふうに思いますね。そうですね、いろんな意味でとんがってる、とんがってる、そうそうそう、はい、のでちょっと真似するというよりかは、あ、そうだねっていうところで、一つ、知っておくべき、エンジニアが知っておくべき情報なのかなというふうには思いました。はい。まあ、本日についてはこれぐらいにしたいと思います。振り返りとしては、Shopify というショッピングサイトに対して、ブラックフライデー、サイバーマンデーですね、のところのセールについて、どういうふうに対応しているかっていうふうなお話でした。本日はこれで終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい。ありがとうございました。